いつもご視聴いただきありがとうございます。本日のお店は雰囲気が良くてお料理も美味しい喫茶店に行ってきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、本日は岩手県盛岡市手焼きコーヒーのお店新古月に行ってきました。お店の1階にポランというコーヒー屋さんがあります。手焼きコーヒーという看板が目印。ちょっと狭めの階段です。は母と一緒です。階段を上がっていくと、シックな感じのドアが。カウンターのお席も素敵な感じでした。奥にテーブル席があります。素敵な油絵がたくさん飾られています。コーヒーにこだわりがあるようです。お食事のメニュー、ドリンクメニュー、窓際のお席もいい雰囲気。就労支援のお店です。母はミラノ風パスタセット。私は特製ビーフカレーセットを注文。じっくり煮込んでコクを出した自家製のスパイスカレーだそうです。いただきます。カレーはあまり注文しては食べないのでとっても楽しみ。具材が細かくなっているのでよく煮込まれていると思います。スパイシー、そして後から辛さがきました。深い味わいのあるカレー、これは家で作るのは無理です。こういうカレーはお店で食べたいと思います。スープです。コンソメスープです。お野菜もたくさん入っていました。牛肉の味わいもとても感じられます。カレーにあまり詳しくないので、どんなスパイスが使われているかは不明ですが、でもとても美味しいです。カレー通の人にはわかるのかなと思います。今日は母と来店しました。母は86歳です。スパゲティにしましたが大丈夫かなと思いましたが、美味しい美味しいと言ってどんどん食べ進めています。サラダです。キャベツ、わかめ、ブロッコリー、コーン、カニカマも入っています。具沢山です。サラダも丁寧に作られています。私は福祉のお仕事をしているので、こういうお店はとても応援したくなります。言わなければ普通の喫茶店です。とてもセンスのいい雰囲気のあるお店だと思います。お料理もとても美味しいです。この後にコーヒーなどの飲み物もついています。
母のスパゲティもいい感じです。もう食べれないと言ってくれました。母と外食に行くときはいつも全部食べきれないので残りを私がいただきます。すごく濃厚な味わいのナポリタンのようなパスタでした。牛ひき肉が入っているのでさらに美味しいです。母は遅めの朝食だったので食べきれないかもそう言っていましたが、いつも以上に食べていました。パスタもとってもおすすめです。カレーもサラダもスープもどのお料理も丁寧に作られていると感じました。お店の雰囲気も最高にいいしゆったりできるお店です。盛岡バスセンターからすぐなので皆様もぜひ行ってみてくださいね。ごちそうさまでした。食後のドリンク、母はリンゴジュース、私はコーヒーでした。とても美味しかったです。おまけのコーナー、岩手県八幡平市にある風雪家というお豆腐専門店に寄りました。宇の花ドーナツ120円を購入。ふわふわもちもち、甘くないのでくどくなくて何個でも食べられそうな美味しいドーナツでした。お土産にぴったりですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。